はい、こんにちは、トライットです。今日は私たちがね、やっている SNS 系の、話を告知形式でね、していきたいなと思います。まあ、今これ流している YouTube チャンネルが、そうです、まあ、一応今のところ、皆さんにトライットの活動を知ってもらうための、プロモーションとして一応流してはいます。まあ、ね、リクエストとかあれば、言っていただければ、それなりに動画にしてね、お送りしたいなと思ってます。はい、であとはやっぱりうちはホームページ持ってますので、まあ、ホームページブログを書いたりですとか、正式なね、依頼を受けるための金額とかそういったようなものも書いてありますし、そうですね、あとはプロ選手のね、ホームページはね、イベント欄とかでプロ選手を派遣して、実際に指導してもらったりとか、いうことも行っていますので、ぜひ気になる方はね、ホームページ飛んでチェックしてもらえればなと思います。キーワードは世田谷サッカートライット、っていうのでもいいし、ヨガを入れてもらってもね、いいかなと思ってます。そういうので検索、Google からかけていただければ結構すぐ出てきますので、ぜひね、一回足を運んでもらえればなと思います。で、それ以外に、インスタと一応ツイッターをね、頑張ってやり始めています。で、一応フォロー勝手にね、させてもらったりとかしてます。で、結構細かくね、チェックをして、はい、いいねとか、グッドボタンとか、なんかいろいろ押したりとか、あと、できる限りね、いろんな人とこうコミュニケーション取ろうかなと思って、時間がある時には、コメントをしたりとか、そういったようなことも一応ね、やったりはしていますので、ぜひね、反応をね、していただいて、いろいろとね、好きに、ね、やってるって感じだからね、この定期的に何かね、ツイッターとかインスタを使って配信してるっていうことはやってないんですけど、不定期でね、面白い画像を載せたり、やってるんで、できたらね、やっていきたいなと思います。はい、これからね、料理系とかね、そうですね、そういった類、運動系とちょっと離れてしまいますが、そういったようなものもね、自由にやってたりもしますので、ぜひね、そういったものも見てほしいなと思います。最近は食べるものが多いかな、インスタは。いいじゃないの、やっぱ食べるものを載せるっていうのはいいことですよね。グルメだったりするからね、いろんなところ。そんなね、洒落たものばっかり載せてるわけじゃないですよ、もう本当に自分が日常食べてるものだったりね、人が食べて美味しそうなやつだったり載せてるんでね。何か質問とかね、ありましたら気軽にSNS のツールを使ってしていただいてもいいと思いますし、直接問い合わせをねしていただいてもいいと思います。どちらかが必ずアクションを起こして反応していると思ってもらえればなと。2人でやってますから、コメントなんかもちゃんと見てますし、全部ね、大丈夫ですよと。はい、あと一つサブチャンネルもね、ああそうね、トライ11というね、秋口ぐらいに作ったやつがあるんですけどね、そっちも徐々にね、また再開をし始めて、基本ライブ配信とかそういうのにね、シフトしていこうかなと思ってますので、トークのチャンネルにしていくんで、開いていただければあそこも登録できるようになってるからね、トライ11もぜひ登録して、ぜひ、まだ数人しかいないから、告知してないっていうのもね、告知してないからね、しれってこうやってるやつだからね、一応ね、宣伝として今日はこれで、今流れてるものもね、プロモーション動画なので、ぜひね、そっちもいっぱい見てもらって、興味関心をね、持っていただけたらなと思います。これからも頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今日終わりにします。